はいどうもオックスアートです。今日はですね、先日発売となったこちらのソニーの 20mm 超広角単焦点レンズ FE20mmF1.8G レンズのね、レビューをしていければなというふうに思います。このレンズ SNS なんか見てても、特にね、こう Vlog をやってる人たちの間でこう話題になっているレンズで、気になっている方っていうのもね、多いかなと思うんですが、実はこのレンズ、僕はソニーさんより発売前からお貸し出しいただいていて、まあ大体1ヶ月ちょいくらいかな、Vlog やね、ポートレートの撮影でこう何度か使わせてもらっていたので、今日はね、その作例なんかもお見せしながら、いろいろね、使用感などをお伝えできればなというふうに思っています。そしたらですね、まず最初にね、ざっと主な特徴をまとめて紹介すると、こちら 35mm フルサイズ対応の G シリーズのレンズです。焦点距離は 20mm で、 F 値はね、開放で 1.8、 本体重量が 373g となっていて、お値段が公式サイト記載の価格で 128,180 円となっています。で、やっぱりね、こう動画を撮っている方はね、特に広角単焦点レンズを使用する機会が多いんじゃないかなと思いますが、これまでソニーの純正レンズの中で最も画角の広いフルサイズ対応のね、単焦点レンズっていうのがこっちの24mmF1.4 の、G マスターだったんですが、この 20mm が発売されたことによって、今ではね、35mm フルサイズ対応のものでは一番広い画角の純正単焦点レンズというふうになっています。で、僕はすごい単焦点レンズが好きで、っていうのもやっぱ写りもそうなんですけど、やっぱりね、明るさで、この 20mm もですね、開放で 1.8 なので、少し暗い場所はね、夜の撮影でも ISO を低く保てて、こうノイズを抑えることができますし、あと広角になればなるほど、ボケっていうのはこう少なくなっていって、中望遠レンズみたいに背景が大きくこうドカーンってボケるってことはまあないんですけど、ただね、それでもこの開放ではね、こう自然なボケ感っていうのをこの 20mm では得ることができます。で、レンズ本体を見ていくと、片側にはですね、フォーカスホールドボタンとね、オートフォーカス、マニュアルフォーカスをこう切り替える、フォーカスモードスイッチがついていて、で、その反対側には、絞りリングクリックの切り替えスイッチがついてます。で、僕ね、このリングクリックスイッチがついてるレンズっていうのはこう初めて使ったんですけど、一体どういうものかというとですね、絞りリングを回すと、通常はね、こういった感じで、聞こえますかね、こうカチカチカチって音がするんですけど、この、リングクリックスイッチっていうのをこうオフにしてやるとですね、音がしなくなるんですよ、こう回した時に。で、これは動画撮影中なんか特にね、こう Vlog とかやってると、動き回っていて、急に明るさがね、変わったりする時なんか、この絞りでね、明るさを調整してあげる際に、マイクがね、今のクリック音を拾わなくなるので、これはね、非常に便利です。で、あと超広角レンズって、レンズ部分がね、こう丸みを帯びてこう出っ張ってたりしてるって、こうフィルターがね、つけられないレンズっていうのもまあ多いんですけど、このレンズはね、ちゃんとね、こうフィルターを装着することができるので、ND フィルターがね、こう必須な動画ではまたそれも嬉しいポイントだと思います。で、最短撮影距離がですね、AF 時で 19cm で、マニュアルフォーカス時で 18cm となってます。すごくね、被写体に寄れるレンズになっていて、これすごくいいなと思ったのが、超広角レンズっていうとね、こう比較的にやっぱボケにくい画角のレンズでも、寄ることでね、こうしっかりとこうボケ感のある映像っていうのを撮ることができますし、例えばこう自撮りなんかしてる合間に、あ、ちょっとこれとか B ロールで撮っとこうなんて思った時にね、こういちいちこうレンズを交換しなくても、ボケ感のあるね、いい感じのこう B ロールが撮れるので、それもね、こう撮影してる時にね、こう便利だなというふうに思いました。で、ちょっとね、多少残念な点としては、このレンズ内手ブレ補正にはまあ対応してないんですけど、ただ僕はね、こうジンバルに乗せて使うことも多いですし、手持ちでもね、焦点距離が短いレンズっていうのは手ブレを感じにくいので、多少ね、こう撮影時にはこうブレないように意識してやる必要はあるものの、ボディ内にね、手ブレ補正がある α7-3 だったり、α6600 なんかとね、組み合わせて使うことで、全然カバーできるので、絶対必須っていう感じではないかなとね、撮影した映像を見た感じは思いました。またね、動画で使用する上で気になる、オートフォーカスの性能なんですけど、そこはね、ソニーの純正レンズっていうこともあってね、スピードも精度も非常に申し分ないと思います。あとモーター音もね、非常に静かで、マイクが拾うっていうようなレベルでは全然ないのでね、そのあたりもね、全くもっと心配はいらないと思います。
さて、漢字の、ね、写りはどうなんだっていうことなんですけど、開放から、ね、中央は非常にシャープに写りますし、色周差も少なくて、でこれ超広角レンズなんですけど、湾曲っていうのも、ね、ほとんど感じない。これはね、さすが G レンズといった感じでした。僕はですね、24mm G マスターってさらに上のクラスのレンズをね、使用したりしてるんですけど、正直に言ってスマートフォンのね、画面でこの2つの写真をね見比べてもね、9割は多分僕違いがわからないです。まあ、パソコンに取り込んで 5K とかのモニターでね、こう細部を拡大してねやれば、またその違いっていうのは見えてくるんですが、でまあね、この G マスターっていうのは α7R シリーズとかね、より画素数の高いカメラでこう進化を発揮するんだと思うんですけど、そもそもね、どちらも普通クラス以上の写りをする G とこう G マスターなので、綺麗に写るのはまあ当然ですし、コスパを考えればね、特にねこの 20mm っていうのはやっぱりね、その比較してみちゃうと素晴らしいレンズかなというふうに思います。でちょっとね、ここに 24mm もあるので、この2本をねさらに比較してみるとですね、まあ、サイズ感っていうのはまあこんな感じですね。やっぱりですね、20mm の方がね、まあ、一回りくらいちっちゃいんですが、で重さもですね、24mm の方が 445g となっていて、20mm の方がですね 373g となっているので、まあね、100g もね違わないので、持った感じはね、そこまで極端な重さの差っていうのはないんですけど、ただね、こう Vlog でこう自撮りをするときって、こうカメラをね片手で持って撮ることが多いので、意外とねこのちょっとの差っていうのが非力なね僕なんかにはちょっと効いてくるんですよ。であとソニーのねカメラはね、どれもボディが軽いので、 α7-3 とかにねこう取り付けた感じもね、非常にねこうバランスが良くてね、持ちやすかったです。さて、僕がですねこの 20mm を使っていろいろ撮影をしてみて、まあどうだったのか、またねどんな人が検討すべきかっていう、まあちょっとこう、ね、個人的見解を述べるとですね、まず超広角レンズっていうと、星や、ね、こう自然の、ね、風景撮影で使われることが多いと思うんですけど、僕は、ね、やっぱり主にこうポートレートや街撮りのスナップ、あとは、ね、こう Vlog 撮影なんかで使ってみたんですけど、まあ楽しいです。で超広角って普段僕らが、ね、こう目で見ている範囲よりもこうずっと広く写すんですよ。でそしてね、近くものは大きく見えて、遠くのものはねより小さく映るので、奥行き感っていうのがねこうすごい強調されて、ね、それだけでもね面白い見え方がするレンズです。なのでダイナミックな、ね、構図を探して撮るっていうのもまあ楽しいですし、あとね背景をねこう生かしたポートレートでも活躍すると思います。で実際にねこう 24mm と 20mm をね横に並べて比較してみるとこんな感じで、広角側のね4mm ってこう 1mm のねこう見え方の差っていうのが大きくなるんで、ただ単にこう映ってる範囲が広いだけじゃなくて、この奥行き感っていうのもね結構違ってくるんだなっていうのが分かると思います。でまたね、動画ではこう 24mm でこう自撮りをすると、カメラにねこうグリップをつけてこう腕を伸ばしてね距離をね稼がないとこう狭く感じるんですが、20mm ならねそこまで頑張らなくても、こう周囲の様子や2人並んでもねフレームに収めることができるので、特にねこう Vlog はやりやすく感じました。またね動画ではね映画風に見せるための手法として、映像のねこう上下にねレターボックスって言われる、まあ、こんなね黒いバーをねこう擬似的に入れることがあるんですけど、これってぶっちゃけただクロップしてるだけなんで、映る範囲っていうのはこうさらに狭くなるんですよ。なのでね、例えばこう誰かと横並びで歩きながらこう撮影したりすると、レターボックスを足したら余裕を持ってね撮影していたつもりでもよりね窮屈に感じるなんてこともあったりするんですが、でも 20mm なら同じ距離感で撮影をしていても広く写せるっていうことから、まあね、そういったことにもねなりにくいですね。で誰にねこのレンズをおすすめするかっていう話でいくと、一番はやっぱりね広角単焦点レンズを今持ってない人 で特にね動画Vlog とかねこれからやりたいなと思ってる人にはコスパもいいと思いますし、おすすめだと思います。これ1本でね本当自撮りも B ロールもでシネマティック Vlog も撮れますし、あとねやっぱりこのサイズの小ささからねジンバルと組み合わせて使うのにもね非常に楽なので、本当ね動画撮影に向いているなっていうのはこれは本当ね自信を持って言えると思います。
すでにね、例えば 24mm 周りのね広角単焦点レンズをすでに持ってるっていう方はね、今お持ちのこうレンズでは少し狭いと感じたり、動画にはねちょっと重いななんていう場合には、まあ買い替えや買い足しをね、まあ検討してもいいかなと思いますが、まあそこはねもう正直お持ちのレンズ次第かなというふうに思います。24mm は当然 24mm ですごい良さがありますし、僕もやっぱりねここに 24mm の G マスターがあるんで、これからもこっちは全然使っていくと思います。さてというわけでね、いかがでしたでしょうか。こちらのね FE20mmF1.8G レンズ、検討されているね方のね参考になればね幸いでございます。また今後もこのレンズを使ってね動画もね公開予定となっていますので、そちらの方もねぜひね楽しみにしていただければなというふうに思います。ではね本日は以上となります。また次のビデオでお会いしましょう。ピース。